皆さんこんにちは。現役産婦人科医師のママジョイチエコです。最近はある程度の年齢になってから初めて自分のあそこの形を手鏡なんかで見て、なんかグロテスクとか変な形だけどこれってみんなと同じなのと心配になっちゃう人も多いようです。一般的に問題がないあそこの形については他の動画でもご紹介しているんですけれども、それ以外の訴えとして意外と多いのが、なんかあそこにブツブツがあるのを見つけたんですっていう訴えですね。今まで自分で確認したことがなかったけど初めて見てみたらなんだかブツブツみたいなのができている。かゆみとか痛みとか症状があるっていうわけではないけれども、いつできたのか正常なのか全然わからない、そういった訴えですね。基本的にはいついつからできてきたみたいな感じでできた日が大体わかっている、そういう場合だと何らかの病気っていうことが多かったりします。まあいつからできたって分かればいいんですけれども、改めて自分のあそこを見てみたら何かできている気がするなっていうような、そういう感じの時ってなかなか判断が難しかったりするかと思います。そんなよくわからないブツブツ、もちろん婦人科を受診していただければ診察させていただいてお答えすることができるので、お気軽にご受診いただければと思うんですけれども、どんなものがあるのかなっていうところで参考にしていただければと思います。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。というところで、あそこにできる出来物の病気については他の動画で解説しているので、そちらをご覧いただければと思います。今日はいつからあるのか前からあるのかよくわかんないけれども、なんかできてきたブツブツ、まあ症状が乏しいブツブツですね。このブツブツの代表的なものを3つご紹介していきたいと思います。まず1つ目は膣前底部乳頭症です。これは尖形コンジローマと見た目がよく似ていることがありますので、膣の入り口にできてきた時にもしかしたら尖形コンジローマかもって見間違えちゃうこともある出来物ですね。尖形コンジローマはヒトパピローマウイルスっていうウイルスで感染するもので、性行為でうつる感染症としても知られているものだったりするんですけれども、尖形コンジローマの初期の段階だとまだブツブツが小さいので見た目がよく似ていたりします。尖形コンジローマは乳頭状、カリフラワー状、トサカ状とか言われたりするんですけれども、この膣前底部乳頭症もその名の通り乳頭状のものなのでよく似ていることもあるわけですね。膣前底部乳頭症は尖形コンジローマとは違って原因がよく分かっていません。だいたい1ミリから大きくても3ミリくらいの長さの小さな乳頭状の出来物です。膣前底部といってちょうど膣の入り口の部分だったり、あそこのビラビラの内側のところにできたりするんですけれども、この場所尖形コンジローマもできることがあるので鑑別に上がってくるというわけですね。ただこの膣前底部乳頭症は尖形コンジローマとは違ってウイルス感染ではないですので、放っておいても大きくなっていくことはないですし、左右対称にできることが多いです。大抵は産婦人科医が見たら見た目で判断できることが多いんですけれども、小さいものだと判断に迷うことがありますので、その場合は経過観察したり生検といって組織をとって顕微鏡で見てみることもあります。男性の場合には真珠様陰茎小球疹って呼ばれたりするものがあります。真珠様陰茎小球疹は男性のあそこに細かい粒のようなものが整列するような形で並んでいるもので、男性にはこちらの方がよく知られているかもしれないですけれども、それの女性版といったところでしょうか。分かりにくい場合には病院を受診して診察を受けてみてくださいね。さて2つ目はフォアダイス状態と呼ばれるものです。ちょうどビラビラのところに 1mm くらいの白っぽいブツブツがたくさんできるものですね。外生器を初めてまじまじと観察してみた時に、なんか白っぽいものがいっぱいできている、特に症状はないけど大丈夫かなという形で不安になって受診される方がおられたりします。これは皮膚の中の脂腺といって皮脂を分泌する腺があるんですけれども、この脂腺って通常は毛穴に付属するような形であることが多いんですけれども、毛穴とか関係なくできたものです。皮膚を通して薄く透けて見えることで白いブツブツとして認識されたりします。女性だけではなくって男性のあそこにもできることがあります。基本的には生理的な変化ですので治療も必要ないですし、放っておいたからといって悪いものになるということもないですのでご安心くださいね。続いて3つ目が粉瘤ですね。アテロームとも呼ばれます。粉瘤は赤や皮脂がたまってできものとして自覚するものなんですけれども、大きさは様々です。外陰部にできるものだと 5mm 程度から1センチ程度で何かできているものとして認識されることが多いですが、5センチとかそれ以上の大きさになることもあります。大きくなってくるとなんかできてるって実感されることが多いんですけれども、ばい菌感染しちゃうと炎症を起こして痛みが出てくるので自覚されてきます。そのためあそこにできるブツブツの病気の方でも取り上げたものなんですけれども、例えば 5mm 程度だと症状もないし、気がついたらあっていつからあるのかわかんないみたいなことになることがあります。単発で1個だけできることもあるんですけれども、複数個できてくることもあります。基本的には粉瘤は良性なので悪いものになるわけではないです。なので放っておいて大丈夫です。大きくなってきたりばい菌感染して痛みが出てくるようであれば治療が必要になることもありますので、病院で相談してみてくださいね。ということで今日はあそこにできるブツブツっていうテーマでお話ししてみました。初めて自分のあそこを見て発見するとびっくりするものもあるかもしれませんが、特に治療が必要ない良性のものであることもあります。自己判断が難しいことも多いですので、何か発見した場合にはお気軽に産婦人科を受診してみてくださいね。特に問題ない生理的なものであった場合には診察を受けることで安心できる場合もあるかもしれないですよ。というところで最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。